今日の企画は何でしたっけ？しとくんさ、朝っぱらからあれだよね、気合入ってる。君が寝坊しなければもうちょっとこうできたんですよ。俺もう眠いよ、はい、今朝の9時です、はい、今日は何をやるかと言いますと、はい、もうこの時には公開されてると思いますけど、僕女子戦についてちょっと動画を出したんですよ。今日はですね、スタート校舎から勝って勝とうと。あー、なるほどね。以前のね、僕の動画では女子戦はスタート、うん、早い選手から変えと、まくりで決まりますよっていう動画を出しました、うん、だからまくり決着が多い女子選手、スタートが上手い選手から勝って大型ハイトを狙っていこうじゃないかと。もう本当スタート早い人だけ選ぶ。基本的にはスタート早い選手を軸に買うっていう感じかな。ああ、なるほどね、はいはい、分かりました。そうすると思わぬ満州ちゃんに出会えるかもしれないと。なるほど、分かりました。目が覚めた。まあ多少多少ね、はい、はい。1レース目です、はい、朝から唐津と。朝から破滅になりそうだけどね、このままだと。てか朝早起きは3問の得っていうけど、本当に得になります。大丈夫です、大丈夫、信じてください。とりあえず、はい、僕らの解明は、4-1-2-0、うん、そして4-0-1-2という形で買わせていただきましたと。ああ、はい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 。まあそうだよね、理由としては。そうそう、まあ、インニゲでここでスタートが、あの僕らのスタートスリット予想っていうのが作りました、はいはい、どうぞこちらご覧ください。はい、こちらです。で、まあ、そうね、こういう形になるんじゃないかと。4が出て、3-5-6が遅れると、まあ、1-2は普通なんじゃないかというふうに思ってます。なので4のまくりでの決着、うん、で、まあ、1-2残すかなみたいな予想ですね。はいはいはい、はい。ちょっとね、不安だったから4-0-1-2っていうのもちょっと抑えてみました。はいはい、まあ誰が来ても OK よみたいな。そうそうそう、とりあえず4頭、はい、今井さんの一発あるんじゃないかと。これで当たったらちょっと私はあれよ、あの寝ぼけまだこに一発ガツンとくる可能性ある、うんうん、ああなるほどね、うん、アドレナリンで目を覚ますみたいな。俺ちょっとまだこう半信半疑だから俺多分、うん、まあちょっと君最近僕の持ち込み企画やる気ないよなんか知んないけど、やめちまえばいいのに。いや、まあ嫌いじゃないんだけどさなんかほら制限が多いと。はい、ほら重要な僕らが予想したスタートスリットがここでほら出てるじゃん。4、まあ、3が遅れたのは合ってる。まくりきれ、まくりきれ、あー、まくりきれ、よし、いったんじゃないか。4-1-2残ってるだろう。あ、これ当たったんじゃない。全で買ったよね。そう、4-1-2-0と4-0-1-2だから、これ多分ほぼ1が絡めばいける。しょぶん、これもらいましたね。6が絡んだ方が熱いんじゃない。 6も買った。全1-2だから。あ、そっかそっかそっか。4-6になれ。あ、4-6無理だ。これオッズ高いんじゃん。高いです、多分。あんま見てないんですけど、ちょっとオッズ見ていいですか。はい、2枚入ってます。多分2枚入ってます。4-1何4、今わかんない、ちょっと待って。4-1の5、あ、若3着ちょっと荒れてます。荒れてるとか5-6か3かみたいな。5が一番安い。じゃあやめて。2か。てかいくらなの。ね、全部高い。全部高いくらいくら、いや教えて、ちょっと見せて。4-1-5だったら61倍、4-1-2-69倍、4-1-3、はい、あ、でも、まあ、満州はいかないか。でも2枚入ってるんでしょ。2枚入ってます。ほぼ満州みたいなもん。あ、でも5だなこれ。もう3着、まあいいかいいか、いいよいいよ。ほらやっぱスタートなんですよ女子は今の大まくりでしょ。大まくりっていうかまくりで決まったじゃん。僕が検証した動画合ってたでしょ。合ってるね。こういうことなんです。これを証明したいがために、今日君を朝叩き起こして。まあ、嫌いじゃないねこの企画。本当ですよね、うん。もう君に爆音の音楽をかけて起こしてあげたじゃない。かけられましたね。サイをね、かけて。オッパーガンダムスタイルって言ってね。必ずガンダムスタイルで起こすから君のことは。はい、ダンケシェーン、ダンケシェーン。で、いくらだったの。2枚入ってるんで、何倍だったのこれ、ちなみに。最終的に。415の6100倍。あら、ごめん。6100倍。ごめん、ちょっと寝ぼけてます。ごめんなさい。6100円です。12200円ですね。すごいな、本当に首都君の言う通りです。もうこの辺でやめといてもいいぐらいの、もう
もうやめる？もうこれで視聴者さんが納得してくれるんだったらいいけど、まあ多分9割9分9厘納得いかないと思う。デキレースなんじゃないかと。そうそう、指定代だかと。はい、続いて2レースでございます。一応僕らのスタートスリットがこちら、はい、こちらです。ででこのような感じになってまして、まあちょっとここはね、あのベラボーにドカへこみするっていうのが、まあ 4号がへこむとは思ってるんだけれども、うん、展開としてはそこまでぶっちゃけね、あのなんていうの、大まくりするぐらい遅れるとは思ってなくて、はいはいはい、でもちなみにこれは僕納得のスリットですよ。そうだよね、さすがにさっきのさ、あ見ちゃったからね、60倍で君の理論とさっきのスタートスリットの理論と考えた加味して、多分でしかも あれよようやく脳みそがちょっと起き始めたから、起き始めた、うん、こうなるんじゃないかっていう。そうそう、これ満場一致だ ね。ニューウェーブ3年に1回あるかどうかの満場一致だ。でもこの松本さんが、松本明さんがまくるかどうか、そうまくんないか、だからもう 1-2-2-1 というわりかし本戦寄りのかけ方をしました。そうだね、うん、まあオッズも微妙なんで、まあ、ちょっと厚めに5枚とかでかけてます。はい、まあ、さてどうなるかと。まあ松本さんそうね、まあ、だからさ、これ4号が遅れると言ってもさ、この6号艇が全部まくってくるイメージがつかなかったんだよ ね、まあ、ねそのいかに、4号が遅れるとはいえ、ただね 1-2 も 2-1 も安いんだよな。安いけどまあだから5枚かけたけど、まあ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 一応検証ですか。いや俺これで、いや検証とはいえさ、やっぱお金かかってるとちょっとあれじゃない、当てたくない、少なくて当てたいけどね、いかに出費を抑えて。ほらでも逆にさ、まあこの辺はそんな、ちょっと黙って、真剣だから僕。あでも2位いってないな、いってなくない。あ普通に揃ったぐらいの、4号なんか全然遅れてなかったわ。むしろ3頭ぐらいまであるんじゃないかっていう。嘘つきでしたねこれは。2位が残んない。うわもうダメだ。 1は合ってる。 1、3、3、1。いやでもまだ分かんないよ。 3?3 はちょっと見てなかったな。3ちょっと倍によっちゃ高いわよこれ。でも3スタート良かったのかな。倍によっちゃ高いの3。あでも2はありそうだよ。あないか。いやないよ。ちなみに今は現状1、1、3何これ。1、3の2か4。13の2回4、10倍、132が10倍、134が 27.9 倍。あ割とついてる。そう結構ついて、13ついてるんですよ。多分12が売れすぎてるからな。そう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 、松本明さんのね。あ松本さんダメか。はあ本当に目覚ました瞬間これだよ。俺もう半分寝よ、寝てようかな。もうでもこれスタートスリット的にどうだった。あまあでも2がいかなかったっていうところで外れたね。まあね残念。残念です。なんでいかなかったんだろう。まあ、3の方がスタートが良かった。そんなね、いつもデータ通りいかねえんだよ。いや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 、6割ぐらいデータでいくから。これは残りの4割の試合だったと僕は考えてます。はい、3レース目。これは2はへこむでしょっていう、うん、もうそれだね。それはもう満場一致だったから、ね、うん、で実際その昨日 の前走、うん、10.32 というスタートを切っちゃってるんです赤田さんね、はいはい、こりゃまあ遅れるであろうというとこで、まあ、3頭ですよね抑えたのは。ただ別に中澤さん、あ中里さん、うん、もうスタート遅れないと思うんだよね。割と早めの選手だから、はいはいはい、普通に2だけ遅れて1と3まあが、一緒に行っての 1-3 っていうのまでフォローしての 1-3-3-1 なるほど、ね、でございますと。どうでもいいんだけどさ、はい、俺女子の選手のさ写真ってなんか撮り直せばいいのにな、この人 お美しいのにっていうのがあって、逆にいや綺麗に写ってる人もいっぱいいるわけじゃない、うんうんうん、なんもったいないよね。なんでなんだろうなっていう、うん、だただでさカメラマン誰なのっていう、これ証明写真みたいなやつで作ってんじゃん絶対。ああそうだね、ちゃんとしたフォトグラファー入れればいいのに。ああ確かにね、これ証明写真、うん、なんかね聞いたことあるけど、なんかね流れ作業みたいな感じ、パンパンパンみたいな、あれでしょ免許証みたいな。あそう免許証みたいな感じだし、うん、でなんか女子選手に自分の写真どう思うって言ったら、まああんなもんじゃないですかって言ってた。とある女子選手、はいちょっと待ってスリット来るよ。やっぱ2遅れ、ああ4が出てるぐらいのスリットになっちゃった。意外と決めてくんだな。遅れないよ首藤くん。ほらもう全然2位ぶっす。いやあいやね、誰だよ女子戦遅れるとか言う人。
もう嫌いなんだよね、変な理論をさ全てに当てはめようとするとき。生き物なんだから、そこはちょっとほら、あの十人十色じゃないからさ。やっぱ赤澤さん整備校舎だからな、直してきたなこれ。どこ情報、その整備校舎っていうの。整備校舎だな、これは。これはもう無理だな、123という展開ですな。あ、そう、ここはでもなんか普通に予想しても13かなと思ったんだけどね、大立ちさん。まあまあそうだよね、割とつくんじゃないか、12なんていうのは。12だと結構つくんじゃない。あ、まあ10倍はあるね、123で 12.2 倍。ああ、13が本線だもんね。大丈夫かな俺これさ、今のところまだ声、おたけびを上げそうにもないんだけど、さっきの当たった通りでさ、ちょっと寝ぼけまなこっていうのもあって、はいはい、視聴者の皆さんすいませんね、ちょっと朝の9時から収録するとこういうことになるんですよ。いや普段からそのぐらいの時間起きとけっていう話だよ。一般の人起きてんだよ。いや俺午後からの天才って言われてるからさ。月三出勤、そう、月三出勤の出勤午後からの天才っていう、ほぼ何もやってないニートじゃないですか。じゃあ続いて何レースだ、4レース、これ4レースですね、唐津の、はい、回目がこちらです、1441の前と、うん、で、スリットスリットはどういう感じ、これだね、まあ3がへこむって感じだね。そう、これはでも3へこむんじゃねえのとちょっと思っている。なんか俺もだんだんね、うん、全員揃うんじゃねえかっていう風になってきてる。でも可能性と、まあもちろん揃うことが、俺普段はさ本戦派出身だからさ、うん、基本全部揃うと思ってるわけよ、はい、だって合わせようと思ったら絶対合わせられるんだから。まあそうね、でその中でもじゃあ遅れ可能性がある人っていうので今回はやってるから、はいはいはい、一発を狙うっていう企画だから、あくまでもあるかなこれは。でも三後手ね、入船選手遅れそうじゃない普通に。でも俺なんかこの中ではどういうことそれは、さっきのレースとかに比べてもその勝率とかもさ、まあ、その平均とかも考えたらね、そうそうそう、平均 ST 勝率高くてスタート遅い選手とかもいるから、女子選手って、まあ確かにね、その中でも勝率も低い上にスタートも遅れそうみたいな感じだから、ワンチャン本気でへこむんじゃねえかというのが、ほら4だよね、4だよ、ね、そう4441だったり、あー全然へこんでないけど4が出てるのは間違いない。そうだ、まくりきれ、切れはしない、いやまくりきってる、まくりきってる、いやー6が来た、6が来た、あ大丈夫大丈夫大丈夫、全然4141、全だから大丈夫、全だから41だったらいい、いや14になるなよ、絶対41の方が高いんだ。一応46持ってる、46なんか持ってません。ダメです、45もダメですよ、1引いて細川、危ない細川大丈夫だろ、さすがに、いや怖いな、いや怖いな、怖いな、これ結構あって、いや怖いなこれ、かぶって大阪さん、確かちょっと高かった気がするんだよな、そんなことなかったかな、16高いんじゃない、16じゃないよ、11、ああちょこれやばい、まずいかも、いやうまい顔でした、危ねえ、なんだ41でしょ、41416、あそんな高くなかった、いくつ、20数倍、あなんだよ、何枚入れたの、何枚だったかな、ちょっと待って、3枚です、3枚ね、うん、あ、まあ、あ違う、5枚です、5枚、うん、いいじゃん、割と入れてる、4、4、1、当たったよねこれね、これは当たりましたね、もうできたよね、これは大丈夫ですね、細川さんあの守りました、ちょっとスタートスリットが違ったけれども、結果オーライだよ、結果オーライ、ちなみに穴取って大体こんなもんだから、あなるほど、ね、そうそう、予想したものとは全く違う展開で、そうそう、道中は当たってないみたいな、そう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 、あのそんなのいいんですよ、あなたは結果、そう、あなたは過程じゃない結果、まあでも一応まくるっていう展開だけはあったりだから、まくれるだけのスタート切れたっていうことだよね、平野さんが、うん、いいですね、いいね、このアングルもいいね、なんかね気持ちいいよ、アイダンケシェン、アイダンケで6がフィニッシュ、アイダンケシェン、シくんも言えよ、ダンケシェン、ダンケシェン、これ1万以上来るから、この客勝てるの、勝てるよ、うん、はい、始まりましたよ、あ、シト君、あれやっぱ展示でも動きそうですね、展示じゃね、本番でも、あ、だよね、うん、あれ、2まで危なくない、うん、どういうこと、2どこ行くの、どうすんの、マジ ?1、3、富樫、いや、これマジでね、ダメだよ、そう、回り直して、
ああ、回り直した。大丈夫だよ、ね。ああ、大丈夫、回り直した、回り直した。いや、この検証で一番良くないのが、展示と違う動きをしたときに、もう、絶望だよ。絶望です。うん、はい。その枠、そのスタートの速さ、そうそうそう、隣の人がこれっていうので予想してるから、それ以外の理論がないわけですから、バックアップがないんだよ。そう、バックアップがないよね。そう。で、解明は？解明が、214前と412前、まあ、2と4が頭っていう感じですね。ただね、今のでちょっと怖くなった。一応スリット写真こちらです。はい、予想ね、うん、2と4が出て、あとがそう、まあ、同じぐらいかなっていう、うん、まあ、なので今の富樫さんがもし、あの深くなるようだと、どうぞどうぞみたいな感じになってたら危なかったね。ああ、でも しかもここがやっぱ逆になっちゃったよ。いやー、これは無理かも、無理かもしれない。じゃあもう、あの予想とは違うスリットになる。この時点で違うな。やっぱ展示と違う並びになったから、これはね、終わりだ。いや、まあ一応万が一の富樫パイセンのさ、え、まあ、富樫さんと佐々木さんどっちが強いかっていうと五分だから、まあね、ぶっちゃけちょっとこれは無理かなと思いながら、あとは神頼み。あ、でもほら、5は遅れたでしょ。 6か、遅れたけど、6がいってんの。あれ、翔くんちょっと危なくない？これ6がいっちゃうと、いや、 16?いや、 おかしい。いや、何これ、はぁ、今誰が遅れたの？全く見てなかった。三松選手だよね、5コースで。どなたてか、ま、6ってどなた。いや、6は多分ね、全く見てなかった。山本選手、 B1 の山本選手、21歳、 48.3 キロ。あ、ごめん、失礼になっちゃうね、体重言うの。別に失礼じゃねえよ。マジか。これ無理だよ。じゃちょっと大詰みよ、これ。まあ、もうこれもそもそももうなんか始まる前から無理感があったけど、どちらにしてもだよね、これ、ね。62なんですか、これ今。え、待って、何が良くなかったの ?62 なんだっつってんだよ、今。62何これ。62の45だね。62の 45?、うん、もう1000。間違って、全然62じゃなかったから。何？見えない。見せてくれない。こういうカメラワークイラッとするよね。63。63の4、4、5、2、4、5。3万か4万か2万。結構いくね。こりゃきついって、これ無理じゃね。いや、これ無理だね。今のは無理だよね。で、女子たまにこういうのがあるじゃん。私行きますみたいな。まあ確かにね。うん、あんまり展示動かないんだけど、展示じゃないや、その侵入動かないんだけど、うん、なぜかこういうことになるよね。勝負、つまり女子戦は難しいっていう結論でいいのかな。え、女子戦は難しいっていう結論でいいのかな。いや、どうでしょう。まあ、ちょっと後味はあまり微妙かもわかんないですけど、まあちょっとずっとなんかね、終始寝ぼけまだこだったんだけど、俺は。ただまあ部分部分ほらちょっとポイントで盛り上がるとこあったけど、はい、でも結果はいくらでした？結果は4000円勝ちかな。あ、まあ、一応プラスで5レースやって2本的中、うん、この理論で、うん、まあまあ別に悪くはない、まあ、早起きした会はあったんじゃないかなって。一応4000円ですから、1人2000円ずつプラスになりまして、はい、寝て起きて歯磨く間に2000円も儲かってたと、うん、はい、ちょっとしたバイナリーオプションだと思ってもらえれば。バイナリーオプション。ね、いいでしょうというとこで。まあ次回もね、まあでも本当にスタート結構やっぱばらつきあるね、女子戦はね。あるね、うん、まあなんで、あの次回以降、あのまた女子戦はね、あの人気が高いので、はい、いろいろやっていきたいと、注目してやっていきたいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるので、そっちもチェックしてね。ではまた。